クリス。クリスさん、いたんですか？ちょっと残業してたものだから。それよりもどうしたの？こんな時間に。もしかして不法侵入？申し訳ない、クリスさん。どうしても調べたいことがあったもんで。それに扉が開いてた。理由はどうあれ、これはやりすぎね。クリスさん、どうか署には通報しないでください。お願いです。そうはいかないのよね、経営者としては。クリス、こんなことがゲイツに知れたら、ますます立場が悪くなる。本当に黙って侵入したりしてすいませんでした。そうね。私に捜査の立ち会いをさせてくれるなら、許してあげようかな。本当？ちょっと私も興味あるのよね、こういうのって。推理小説みたいでしょ。わかりました。じゃあクリスさん、捜査に立ち会ってもらえますか。実は CD ロムをロードしたいんだが、ここに徳川の T ギア99は？ T ギア99は徳川グループ独自のネットワークコンピューターの端末よ。この病院のコンピューターとは異なるわ。そうね、でも薬局にならあるわ。石田が薬の管理を徳川とネットでつないで行ってたから。閉めた。これでやっとロードできる。クリス、 T ギア99を使わせてほしいんだが。大至急、重要なことなんだ。そう、捜査令状か何かある？もちろん、ない。そうあっさり言われると。分かったわ、私、見なかったことにするわ。ありがとう、クリス。いいのよ、私、あなたたちを見てると昔の頃を思い出して。ずっと昔のこと。さ、ついてきて、ロックを解除するわ。さ、薬局よ。石田はいないわ。ジョナサン、 CD ロムを早くロードしよう。あったぞ、エド。確かにT ギア99だ。使い方は分かってるの？この端末は徳川の人間にしか使用できないって聞いてるけど。任せとけ。偉い先生にじっくりと個人授業を受けたからな。宇宙飛行士のな。ジョナサン、端末を使おう。クリス、じゃあ見ててくれ。今から面白い魔法を見せてやる。ワクワクしちゃう。
ジョナサン、電源を入れよう。よし、電源を入れるぞ。ジョナサン、北条の ID カードを入れるぞ。ID カードのチェックをパスしたぞ。次はこのカードの使用者が本人かどうかのチェックが入る。なんだかドキドキしちゃうわ。社員コードのチェックを行います。次に挙げる人物の徳川社員コードを順に選んでください。された人物の徳川社員コードをモニターから選び、該当する家紋をクリックしてください。いわゆる徳川社員しか知らない暗号ってわけか。社員コードなんてあなたたちわかるの？任しといてくれ、予習済みだ。偽物はこれからさ。それでは CD ロムを入れてください。工場の CD ロムを入れるぞ。徳川製薬 DDS チーム
ター用ディスク。極秘 K9-00150。CD を読み込んだぞ。出るぞ。見ろ。これまで徳川は皆様に数々の麻薬偽装輸送システム DDS を K シリーズ中心に提供してまいりました。K1 から K8 まで様々な DDS を使った麻薬の偽装に精力を注いでまいりました。しかし残念ながらこれまでの商品はナーク麻薬を公に販売、誰にでも入手可能な DDS を作り出すというコンセプトを満足させる結果には及びませんでした。しかし今回の K シリーズの最新作 DDS はこれまでのそういった問題を全てクリアしうる可能性を秘めた商品です。ナーク麻薬を安全に、そして自在に売買できる、それが徳川の新製品ナークカプセル K9 なのです。では K9 の優れた偽装システムをご説明しましょう。ナークカプセルの特徴は薬剤を包むカプセルのゼラチンの中にナークをプログラムしているところにあります。ですから新薬・大衆薬を問わず、デザイナーズフードや機能性食品といったあらゆるものに偽装・流通させることが可能なのです。つまり内容物を変えることで流通経路はどのようにもなります。病院、薬店、スーパー、内容物にあった公の販売ルートがいくらでも広がるわけなのです。ナークカプセルは封入式ではなくキャップ式になっていますので、個人でも簡単に中身を取り出すことができます。そしてもう一つの偽装安全策を用意しております。いくらカプセル側にナークをプログラムしたところで公的な市場で流通させるにはあまりにも危険です。そこで徳川の最新テクノロジーはナークそのものを科学的に2つに分離することに成功。これらを別々のカプセルにプログラムすることにより、これらのカプセルを同時に服用して初めてナークの効果が得られるようにしたわけです。私どもではこれをバイナリー麻薬と呼んでおります。カプセル自体へのプログラム、 AB2 つのカプセル同時服用という2ランクの安全システムにより偽装効果はほぼ完璧となります。これでもう麻薬取り締まりによる妨害も損失も恐れる必要はなくなりました。しかもナークカプセルは無重量下でも均等に素早く溶解する性質を持っております。宇宙での使用も問題ありません。それでは次に AB の分離されたカプセルの見分け方をご説明しましょう。その見分け方はいとも簡単。それぞれのカプセル表面には製剤識別コードを兼ねた目印がつけてあります。この徳川のマークが目印となります。徳川の三つ葉葵の一部が欠けているのがお分かりでしょう。この欠けた部分を持つカプセルを割り符のように対にして服用するとナークとして作用する仕組みとなっています。これらはそれぞれ片方だけを服用してもナークの作用は全く現れません。したがって危惧される一般市場での事故は心配ありません。組み合わせのキャッチは徳川を一つにです。そしてこの携帯ではあらゆる麻薬探知機にも反応しません。現存する探知機ではこれらを探知することは不可能なのです。いかがです。これが徳川のハイテクノロジーが生んだ DDS K9 ナークカプセルです。我々はナークカプセルを自信を持ってお送りします。どうぞこの K9 をあなたの取引に利用してみてください。皆様の良きご理解を期待しております。なるほど、あのカプセルはやはり麻薬か。
ロレインが預かったあの葉はこのトリックを伝えるものだったんだ。徳川め、うまいこと考えやがったな。こんなバカなことって。俺は一製薬会社だけの犯罪じゃないぜ。ましてや北条の個人プレーなんかじゃな。大きな組織がついてる。徳川にマフィア。証拠がないぞ、ジョナさん。相手が徳川となるとそれなりの切り札となる証拠がな。こんな CD なら誰にでも作れる。証拠ならあるぜ。鑑識に預けたあのカプセルを調べ直そう。今度は中身ではなくカプセルの方をな。ロレインが命がけで守ったものだ。この CD の内容が事実かどうか、もし本当なら大変なことになる。大変だわ。こんな麻薬が私の病院から大手を振って売買されてたなんて、なんてことなの。この CD が事実なら病院だけじゃなくて、あらゆる薬にナークを隠すことができる。薬店や薬局で売られたら止めようがないわ。徳川とマフィアの狙いはそこだ。クリス、 K9 のサンプルがないか調べてみてくれないか。わかったわ。でもここに置いていくほど彼らはバカじゃないと思うけど。石田もグルだろうか。可能性は高いな。北条側か徳川側かは分からんな。どちらにせよここにいれば K9 の正体を知らなかったはずはない。問題は石田が北条の共犯だとすれば、徳川もマフィアも石田を消しにかかる。 BCP へ戻ろう。カプセルを調べ直すんだ。BCP に帰ったぞ。監視課へ急ごう。おお、おかえり。どうした、そんなに慌てて。ビクトル、例のカプセルのトリックが分かったぞ。カプセル？ああ、あの風邪薬か。中身ではなく、中身を包むカプセル自体にナークが仕込まれていたんだ。ゼラチンの中にな。なんと、カプセルにか。それは思いつかんかった。しかも A と B のカプセルを同時に服用して初めてナークとなる仕掛けだ。片方の服用だけでは作用しないんだ。バイナリー麻薬、そんなことが可能なんじゃろうか。それを今から証明するんだ。ビクトル、例のカプセルをもう一度分析し直してくれ。残念じゃがそれはできん。あのカプセルも AP が持っていった。あいつじゃ、あのレッドウッドとかいうフローズナーじゃ。なぜ AP が。あんたらがあいつらに頼んだんじゃないのか。わしはてっきり。おかしいな。あのカプセルのことは AP には言ってないはずなんだが。エド、 AP へカプセルを取り返しに行こう。取り返したらわしにも見せてくれ。おい、エド、ちょっと来てくれんか。ジョナサン、エド、派手にやってるらしいじゃないか。いえ、その徳川のパーティーを台無しにしたそうだな。久しぶりに会ったんで盛り上がったんだ。徳川は BCP とジョナサンを訴えるところだったんだぞ。揉み消すのに骨を折った。何度も言うが、相手は徳川だ。慎重に行動しろ。今度こういうことがあれば抑えきれん。分かったな。以上だ。さあ、おいっていい。くれぐれも面倒は起こすな。やれやれ、
これぐらいで済んでよかった。さあどうする。あんたらの探してるものはこれか。このカプセルだろ。そのカプセル。あの老いぼれは信用ならねえ。で、俺がここの最新設備で調べてやったんだが、何も出なかった。単なるカプセル剤だ。人騒がせな奴らだ。なーく騒ぎだとはな。どうしてそれを。みんな知ってるさ。この騒ぎだからな。しかし飛んだ猿芝居だ。こいつ言わせておけ。ジョナサン、ほらよ、返すぜ。さあビクトリーに調べ直してもらおう。待て、エド、よく見ろ。この製剤識別マーク、これはロレインから預かったカプセルじゃない。製剤識別コードの一部が欠けてないぞ。何言ってる。これはあのじいさんから預かったカプセルだ。間違いない。レッドウッド、いい加減なことを言うな。俺はあんたらと違って忙しいんだ。ビヨンド30周年記念パレードの警備の打ち合わせもしなくちゃならん。こんなつまらんことにいつまでも関わってる暇ない。じゃ、やられた。唯一の証拠だったのに。くそ、この BCP に奴らの犬が。ビクトルか、レッドウッドか。いや、味方がいるかどうかだ。さて、あのタレコミ屋の裏は取れなかったが、どうする。
あ、そうだ。デカ長、ジョナさん。パイオニア10号のナインスターズってやつから伝言があったわ。パイオニア10号？やつだ。あの AMM の垂れ込み屋。状況が変わった。今日のビヨンド時間04時に例のパイオニア前へ来いって。女の声だったわ。女の声？映像は？いえ、音声信号だけだったわ。プロテクトされてたから録音もできなかったし。やつは女だった？わからない。機械的に音声を変調してたかもしれない。最近のプロテクトって強烈なんだ。 BCP なんかより一般の技術の方が進んでるんだ。ホームなまりは？そういえばあったかも。そうか。どうしたエド？いや、一つ気になることが。ま、いエド、今度こそ奴を捕まえようぜ。ナークカプセルがなくなった今、頼りは奴しかいない。デカ長、そろそろ僕らの出番かな。ま、待ってろ。ジョナさん、いつでもいいよ。あんたの助けならいつでも OK さ。ありがとう、デイブ。その時は頼む。ああ、任せてくれ。